名古屋市立青井小学校は愛知県名古屋市東区青井一丁目にある公立小学校名古屋市東区の南部地域東側を学区とする公立小学校であり1907年7月31日の名古屋市青井神城小学校開校1929年に現在の高地に移転した学校としての取り組みとして 小中学校などを対象とした花壇コンクールである、フラワーブラボコンクールに力を入れている。名古屋市内の学校で、行動と体育館をそれぞれ別に持っている2校の、うちの1校である。学区は、古くからの名古屋市の市街地であるが、太平洋戦争時には空襲で大現在の青井小学校の前身といえる学校は、学区内小川町の明本寺2871年に、 作られた第四技校が最も古いものであると考えられている。青井小学校としての始まりとされるのは1907年7月31日の名古屋市青井人上小学校の開校であり、当時周囲にあった人上小学校4校から総数585名の児童が移っての開校であった。二度の高知移転を経て1929年以降、現在の高知に所在しているが、 1945年3月には太平洋戦争による空襲で高地内に焼夷弾が落ち校舎が全焼するなどの被害を受けた。戦後、1947年に現在の公明である名古屋市立青衣装学校となった。戦争により消失した校舎軍についても近隣の津々井国民学校の教室を曲がりした時期や木造バラック校舎の時期などを経ながら、 1952年に名古屋市内初となるアメリカ式鉄筋コンクリート校舎が進行するなど順次整備が進められ、1981年の体育館建物の完成をもって建設は一段落した。校舎軍への直近の大改修は1987年に行われている。1957年の創立50周年に合わせて後期・新校舎が制定された。 効果については、その後、歌詞中の半世紀が一世紀に改められている。2007年に創立100周年を迎え、11月17日に記念式典が行われた。フラワーブラボーコンクールについては、1976年の春果男子教委賞を受賞以後、FBC 各賞を2011年までに延べ43賞受賞しているなど、学校としての継続的な取り組みが、 現在まで続けられている。教育目標として互いに協力し、進んで行動や学習のできる。従来は上記4項目のうち1から3を掲げていたが、時代の変遷に対応して4が追加された。青井小学校公式サイトの学校概要の記載から抜粋。2017年4月現在の青井小学校は、各学年1クラスから2クラス相当の児童数の 小学校となっている。教職員数は、校長以下教諭、学校事務職員などを合わせ、計26名。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は、以下の通りである。青い小学校公式サイト記載の2012年度年間行事予定、及び、学校概要委員会、クラブ活動から抜粋。当学区は全域にわたって、住居表示が実施された地域であるため、 基本的に住居表示実施前の町名をベースとしている学区分けを見ると、現行の住居表示に基づく地名では一見他の隣接する公立小学校の学区と思える地区も一部含まれる形となっている。2010年国勢調査によると、学区の面積は0.829平方キロメートル、世帯数は5196世帯、人口は8186人である。 2005年国勢調査実施時においては、世帯数3774世帯、人口6592人であり、両者を比較した、世帯数増加率37.7%、人口増加率24.2%はいずれも、東区内の旧小学校区においてトップである。学区内は、名古屋市の幹線道路である桜、桜通西木通り沿いを中心に、商業施設や、 事業所も見られるものの、基本的には住宅地としての色彩が強い。再開発により建設されたマンション等も多数見られる。期日にあたっては、名古屋の町、町名別人口行政区別統計表を参照した。いずれも名古屋市立の小学校である。名古屋市では、公立学校選択制が導入されていないことから、青井小学校を卒業した児童の公立中学校、 進学先は、名古屋市立東中学校となる。東中学校の校地は、青井小学校区の北側に位置する、筒井小学校区の中でも最も北に位置するため、青井小学校区内から東中学校までの通学距離は長くなっている。カトリック布池教会マザックアートプラザ古くからの、名古屋の市街地を学区としているが、太平洋戦争による、 空襲の影響により消失した地域のため現在ある施設は戦後に建てられた施設がほとんどである。この他に JR 中央本線名古屋市営地下鉄東山線地下駅も徒歩での利用が可能な距離にある。名古屋市東区は東北東西南西方向に細長い形状となっており、区域の南東部、北西部と呼ぶのが妥当な地域はない。 区域の南部地域は、区を東西に横断する桜通以南の地域をおおむね、指すものと見ることができ、当該地域は、東側部分が青い小学校区、西側部分が名古屋市立東桜小学校区となっている。フラワーブラボーコンクールは、学校環境の美化と、豊かな上層教育、育てた苗を花壇などに植えることによる地域の快適な、 環境づくりに役立てることを目的としたコンクールであり、岐阜国体の盛り上げ策として、岐阜県で1964年にスタートしたものである。現在は、岐阜県の他に、愛知県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市の、京仮県一市で行われている。青い小学校創立100周年記念し水のリーフレットより、もう一行が、 どの学校かについては、記述なし。第四理校は、その後、名古屋市青井神城小学校開校時に児童が移った神城小学校の一つである、名古屋市小川神城小学校にその系譜を連ねている。なお小川神城小学校は、青井神城小学校開校後に、中区東河原町に校舎を一転し、空襲による校舎消失により東田神城小学校高地に移った後、 1947年4月に、東田尋常小学校と合わせて、名古屋市立審査会小学校となった。名古屋市小川尋常小学校、名古屋市東田尋常小学校、名古屋市高岳尋常小学校、名古屋市筒井尋常小学校の4校。小川尋常小学校、東田尋常小学校は現名古屋市立審査会、小学校、 津井尋常小学校は玄名古屋市立、津井小学校である。高岳尋常小学校は玄名古屋市立、東桜小学校の三つの前進校の一つである。創立100周年記念リーフレットでは、校地に落ちた、焼夷弾は36発としている。空襲により、校舎が全焼したのは、卒業式前日未明のことであり、宿直の女性教師によって、 翌日6年生に渡されるはずであった卒業証書が戦火の中無事運び出されたとのエピソードがある。創立80周年記念学校要欄記載の高架歌詞ではすでに一世紀とされているが変更された時期については記述がない。また変更を行ったのが作詞者の高木本人か田かも定かではない。青井小学校公式サイトの 学校の歴史記載内容及びトップページ内容より、青井小学校公式サイトより、創立80周年記念学校用欄記載の教育方針では3項目であったので、その後追加されたものと考えられる。東区における住居表示は、昭和50年代にその大半が実施されている。東桜、山吹、東白兵気、青井、筒井、 朝日が丘、明林、八田、砂田橋の旧小学校区である。1889年の名古屋市誕生時において、すでに地域であった地区が、学区の大半を占める。現在の JR 中央本線沿線の一部地区は、地区村所在であった。青井小学校近くの建設現場から不発弾が発見され、青井小学校高知全域を含む、周辺地域の 約3000人が撤去作業のため避難したこともあった。この件は発見翌日の3月11日及び撤去作業翌日3月23日の中日新聞他にて報じられている。当学区内に当時在住していた前、星久し名古屋大学名誉教授は健康文化43号にてこの件について触れている。 全腰名誉教授の健康文化機構原稿や東区郷土市研究会による東7号 P94P102 では1999年2月にも青井小学校近辺の道路工事現場にて不発弾が発見されたとの記述がある。名古屋市教育委員会編の案内文より東区市 P138 にも同様の記述がある。駅は東区 畜作の2区にまたがって所在しており、JR 中央本線畜産駅所在地は畜作内山3丁目となる。ありがとうございます。